ドラストです。イエーイ。ギターのヒューです。ほい。ドラムのヒゲリです。ほい。はい、今日、川崎、クラブ切った。はい。どうですか、意気込みは。俺ですか。めっちゃ頑張ります。何を頑張る？ドラムを、こうやって、ダーッダーッ。頑張りますよ。はい。もう、なんですかね、もう、会場がでかい以上、なんで。はい、だよな。うん。ね、だよね。ね、うん。誰一人笑ってない。張り切って叩いちゃいますよ、本当に。おー、いいね。そしたら、メンバーの、何？メンバーの意気込みってなる。メンバー。メンバーにね、ついてね。はい。じゃあ、うん、ボーカルのユア君。ユア。第一印象どうだった？ユア、第一印象か。なんか面白い人だな。面白い人？面白いよ。何か、どう面白かった？なんか、ぶっ飛んでる。うん、な、うん、今の感じは変わった？今はもうぶっ飛んでる。変わってない。変わってない。じゃあ、直哉はさ。直哉はね、初めて見た時ね、うん、すげえ爽やか。爽やかだったね。イケメンだったのかな、うん、今は爽やか3組だよね。3組がついた。3組3組がつくことによって、なんか変わる。いや、特に変わんない。なんかもっと面白いこと言う。面白いよね、なんか。うん。なんていうかわかんない。じゃあ、マニューか。マニューか。最初ね、あってすげえ礼儀正しいと思う。今は、なんだろうね。なんだよ。なんか頼りになる感じだったかな。そうだ、8月7日。8月7日、うん、場所は池袋エッジさんです。うん、でね、セカンドシングル「フォースメモリー」の、はい、レコ発主催、はい、ね、うん、楽しみやね。楽しみね。またここになんかテロップが出るんですよ。飛ばす。え、どういう風に出る？無理。普通にこう一回転してこうやって出る。いやそんなないからだ。ないからね。じゃあな、あとなんかあったっけ？インストか。4月4日。はい。あ、順番逆になっちゃった。そう。はい。4月4日ね。新宿のジールリンクさんの方で。はい。インストやらせてもらいます。6時からです。18時から。はい。そう。うん。はい。よろしくお願いします。うん。はい。ね。どう？ずっと。緊張しますね。緊張するよ。緊張するけど、うん、緊張するけど、頑張るよ。もう、何頑張る？何頑張ろうか。ちゃんとね、これもね、ちゃんと。これをまあね、そんな感じでね、今日ね、はい、知った、みんな初めてだよね、知った、うん、だから、ね、でけえけどでかいけど、俺らの思いはもっとでかいと思うから、一つにね、一つにな、そう、うん、じゃあ、今日もね、うん、楽しくね、できたらいいね。まあそんな感じでトラスト、はい、ギターのシュート、ドラムのヒーリーでした。はい、じゃあねー。